はい、こんばんは。対談の時間になりました。今日は、秋葉ラジオ会館の、ユニコ、ベイリーさんに来ていただきました。ユニコさん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、いつもね、恒例なんですが、簡単な自己紹介からお願いいたします。はい、今、マグスルの秋葉支部で、はい。ラジオ会館っていう、おう。アニメ関係の商品のモールを、やってます。ユニコです。秋葉新聞の中に他にも、何軒かお店今作ってますけれども、はいはい。一応そのアニメ関係の商品が中心で、はい。まあ、秋葉原っぽいものっていうんですかね。そういうのいいですやりなね。がら、うん。クリエイターさんの支援みたいな形でいろいろしてまなるす。ほど。はい、ありがとうございます。まあね、やっぱりね、秋葉って言うと、やっぱアニメとかね、サブカルチャーの、なんていうんですかね、メッカみたいな、そんなようなイメージがあるから、そういうのを、まあ、皆さんにもね、味わってもらおうっていう、そんな感じで始められたんですか？そうですね。実は一番最初のきっかけは、まあ、ほうほう。土地借りて、ちょっと何か建てはい。ようかなってやってたときに、まあ、ちょうど、まあ、ラジオ会館が、まあ、秋葉のね、リアルな ラはいジオはい。会館が、まあ、建て替えになったり、いろいろそういう事情があって、で、これ建てたら面白いかなと思って、ちょうどアニメで取り上げられたりしたのもあったので、ありましたね。で、ちょっと作ってみたら、あ、これ、ビルにしてね、モールにしたらいいんじゃないかなと思って。で、そのまま、モールにしたら結構、まあ、受けたんですよね。なるほで、ど、なるほど。始めた感じだったのと、まあ、もう一つは、実は秋葉シム、昔からよく、言ってたんですけども、はいはいはい。やっぱりシムの名前ですね、秋葉っていう名前を見て、外人さんがすごいたくさん来るんですよ。とこなろるほど、が、なるほど。テレポしてくるんですけども、ほんと、1分か2分ぐらいで帰っちゃうんですよね。なんで、もったいないですね。もったいないですよね。なんで帰っちゃうのかなと思ったら、やっぱりその、シムに、リアルな秋葉原と同じようなものをやっぱ求めてくるんだと思うんですけど、それらなるほしいもど。のがあんまりなかったんですね、当時ね。なるほどね。で、もうちょっとそういう、まあ、いかにも秋葉らしいものあったらいいんじゃないかなと思って、いやいや、まさしく。で、作ってみたら、なんか、いい感じになったんで、もうそのまああ、ま、モなールるとほど。して機能してる感じですあれでね。すよね。ユニコさんも、なんかこう、ちょっと見覚えのあるような、こうね、かなり、ロボットっぽい感じでね、今日もロボッね、トっていう取材か、に行かれましたね。いや、まあ、よ原く知って作ますをよ知っね。てる方いらっしゃるかもしれないですけど、もうずっと私大サイ好きボーグなのんで、姿で、ユニコさんそうは。ですか。なんか SL にいたっていう噂もありますけどね、シロさんね。いやいや、そうなんですか？どう、すごい。なんかいたっていう話聞きましたけどね。まあそういう感じもうでね、アニ面メ白い。関係のことにずっと関わりながら今はやってますね。なるほど、なるほど。もう、今日はね、本当にありがとうございます。いや、でもね、やっぱりね、秋葉って聞いたら、やっぱりね、アニメとか、やっぱそういうようなイメージがあるのに、秋葉支部に行ったらば、なんかそういうものが全然なかったら、ちょっと寂しいなって思う人は多分たくさんいたと思うので、逆にこのモールはね、やっぱりこう、雰囲気の上でも、いろんな意味で、やっぱりみんなのね、結構、楽しい場所になってるんじゃないかなって気はするんで、本当に良かったような気がしますけど。ちなみにちょっと今日、何枚か、こう、写真を持ってきていただいたんですけども。上の2枚、なんか、すごく気になるんですけど。インヤー先生が、キノコがはい。大好きだっていうことで、いやいや、大好きです。すごい好きだっていうことでですね、実は、ありがとうございまキす。ノコを 撮ってきてね、食べたり、写真撮ったりいろいろするので、ジュルジュルですね、もう。初めてですか？ で、実はかなり、珍しいキノコとかもいろいろあるんですけども、今日はちょっと、まあ、食べられるキノコということで2種類写真を持ってきたんですけど、これご自分で撮られたんですか？もちころんのそうですね。木の。写真も撮って、キノコも実物も撮ってきて、まあ、後で、食べましたね。いいな。これどうやって食べたんです？このキノコは。これは、汁物ですね。なるほど。いや、左側のやつが汁物で、右はちょっとソテーにして食べ
ましたかね。そうって、うわ、これ結構大きいんですよ、うん。10センチぐらいあるんですかね。もっとあるんですかね。傘。と、うん。右側のやつは柳竹と言うんですけども。はい。柳竹さん。地方によっては柳もたせとかいろいろ名前変わるんですけど。おお。10センチ以上ありましたね。14センチぐらいあったかな。おお、うん。うわ、食べ応えありそう。いいな。かなりですね、これね。うまかったですね。いや、あ、これ柳に咲くんです、咲くっていうか。そうですね。すね柳の木に生えますね。ちょっと今度柳の木をちょっとよーく見てみよう。あの、近くにね、水、水源がある川とかね。はいはい。ちっちゃい川とか、池とかあるようなとこのそばの柳の木にはよく生えますね。でもこんなにキノコがいっぱい生えるなんてすごい素晴らしいところにお住まいですよね。そうですね。あの、で、左側の方は、あの、はいはい、皆さんよくご存知のキノコだと思いますけど、はい。スーパーとかに行くとこれ売ってますけどね。なめこですか？えのきだ、えのきだ、うん。えのきな、え？野生のえのきこういう風になるんです。マジっすか？え、マジです。一番大きいやつで。え、白く長いやつじゃなかったでしたっけ？いや、あれもやしにしてますからね。もやしなんですか？もやしえのきですね。で、ちゃんと。もやしえのきなんだ。うん、天然のやつはこういう大きくなって、直径傘10センチぐらいになりますかね。え、マジに？うわ、なります。うん。信じない。全然違いますよね、形ね。うん。へぇー。すごい、あの、香りがやっぱり野生のやつは強烈で、おーおー、で、歯応えもあるし、美味しいですね、すごく。いいなぁ、いいなぁ、うん。いや、ちょっと今度、撮ったら招待してください。すごい。いや、羨ましいです。ええ。いやね、なんか、キノコの話で終わっちゃえば怒られちゃう。ええ、ちょっと。次に行きますけど、ね、あの、心霊スポット、これ私行きましたよ。怖かったですよね。結構、好評いただいたみたいですね。はい、あの、これと後で、あの、紹介する他のイベントとかもあるんですけど、はい、こういうアニメ関係の商品を作るクリエイターさんの、を集めた、こう、グループですね。それを、あの、ずっと、活動やってまして、モールだけじゃなくて、よく初心者支援っていうのは聞きますけど、はいはい、僕らのとこでは、そのクリエイターさんの支援ですね。クリエイター支援。という視点でいろいろ、やってるんですけど、これはだからうちで土地を用意して、で、みんなで、あの、なんかイベントやるのになんか作ろうよって言って、で、集まってる人はクリエイターさんばっかりですから、すごいんですよね、その技術力とか、アイデアとかが。いや、っていうか、半端じゃないですよね。ええ。作るスピードもそうだし、作ったものもあの、ご覧になったと思うんですけど、すごいものを作るんですよ、みんな。ええ。なんか、釘が出てきたり、なんか人が出てきたり、手足がブワーって出てきたり、うわーみたいな。いろいろ出ましたね、あれね。あ、出ましたよね。そういう、ええ、これもあの、クリエイター集団だからできる、そういう、なんていうんですかね、こう、お互いのいいところ持ち寄ってね、あの、素晴らしいものを作る力がある集団になったんですけども、で僕はそういうクリエイターさん支援の、あの、一環としてそういうグループを、あの、活動してる感じですね。でね、ちょっと下に降りてくると今度ミクちゃんが出てきたりとか、すごいですね。こちらはあの、あれです、あの、以前こちらの番組にはあの出演されたと思うんですけど、はい、あの、デグマジックさん、ね、ダンスとかあれですけどね、はいはい、彼女が、主催してた、ボーカロイドの、ダンスショー、今年の夏に、はい、ちょうどあの、時期はあの、お化け屋敷と被ってるんですけども、で、やったんですけども、で、この、同じそのアニメ関係のクリエイターさんのグループで、このボカロダンスショーの、あの、バックアップ、いろいろやりまして、だから、結構名前を聞く有名なクリエイターさんとかもこの中で一緒に踊ってたんですけどね。すごい。そうなんですよ。で、衣装とかも、その、みんなクリエイターさんばっかりなので、衣装とかアバターとかすごい勢いで、すごいクオリティのものがこう、ダーッと一気に集まって、た感じで、なるほど、で、ダンスショーを開催したっていう、そういう感じですね。これ一応今 YouTube でもまあ見れると思うんですけども。なるほど、なるほど。いや、でもなんかあれですよね、ものづくりする人たちが集まると、なんかできなさそうなことがこう何でも実現していくからすごいですね。すごいです、本当に。僕、そんなちょっと、プリムいじったぐらいしかできないんで、あの、いつも見てて、いや、ほんとすごいなって思うんですけど、で、こういう
活動を、いろいろ皆さん知ってますね。いや、でも、聞いてて思ったんですけど、ユニコさんもすごいものを作ってるじゃないですか。ああ、まあ、ラジオ会館ぐらいですけどね。いや、もうそれだけじゃなくて、やっぱりその、このクリエイターの集団っていう、その、なんていうかね、コミュニティを作ってるっていう感じが見えてきますね。クリエイターさんってほっとくとどんどんバラバラになってって、例えば消えていく人もいますし、はい。で、何かその、うまく、集まってね、やれる、ソリューションがあると、そこで、なんかこう、いいものいっぱい生まれてったりとか、なんか、盛り上がったりとかいろいろすると思うんですけど、なかなか、やっぱりその、職人さんたちなので、なかなか難しいですよね。それを、うまく、お膳立てして、だから僕は主役じゃないんです、全然。もう、脇役っていうかこう、そういうのを、バックアップしてる方で、で、主役はもうクリエイターさんたちで、こうやってやって素晴らしいものをいろいろ作るっていう、そういう流れでいろいろやってますね。うん、ね、本当にそのね、いろいろなクリエイターさんがいる中でもって、それをね、まとめて、で、一つのものを感じさせる。で、クリエイターもね、やっぱりこう、目的ができるとね、やっぱりこう、生きがいになりますし、やっぱそれは嬉しいんですよね。うん、で、しかも、すごいものが出来上がって、成果が出れば、やっぱりね、みんなからも評価されますし、まあ、そのためにやるだけじゃないにしても、やっぱり自分を作ったものを多くの人が楽しんでくれるっていうのは、これほどね、嬉しいことはないので、そういう機会を作るっていう面では、なんかプロデューサーっていう形でもってすごいなっていうのはなんかお話ししたんですけど。まあプロデューサーまでは言ってないですけど、とりあえず、やる場をうまくこう用意して、そこでみんな、なんか発揮してもらえればいいかなっていう感じで進めてますね。うん。いいですね。で、逆に言って、クリエイターからすると、そういう場を与えられて、クリエイターも思いっきりそれが作れるというところで、結構ね、クリエイターってね、横着な人も多かったりするんで、こう、自分の作るものに関してはもう、むちゃくちゃこだわるくせに、例えば、その他のことに関しては、もう結構いい感じで、イベントやるっつっても、いや、イベントの日付でもって、始まる前にみんなに告知打ったりとか、人を誘ったりとか、そんなめんどくさいことしたくないので、作る方が忙しいので、やっぱそういうようなところを周りからこう支援する。先ほどね、おっしゃったクリエイター支援っていうのは、すごい逆に必要でもあり、またクリエイターにとってもね、ありがたい、そういうな場所なんじゃないかなって気がしますね。そういうのをうまく、こう、カシッと噛み合ってね、いい活動にもなってますね。それはね、素晴らしいし。で、まあ、秋葉シムでもっていろいろね、やられてるんですけど、イベントとかもされたりするんですか？イベント、本当は、今年はその夏のやつちょっとやったりとか、あと、今、下の方に出てますけど、ガチャポン会館っていうのを、リアルの秋葉原にガチャポンばかり置いてるガチャポン会館っていうお店があるんですよ。ね。で、これに似せたお店を今、作って、置いたんですけども、今度ここで、年末年始セールみたいな感じでやりますけども。へー、楽しみ。うん。ね、こういう。年末年始セールって言うと、もう今週末ぐらいからですかね。そうですね。商品これから展示する感じになりますけど。わあ、素晴らしい。ここはガチャばっかり集めたお店になります。ガチャばっかしたお店。ガチャばっかしたお店。いいですね。なんかこう、外国人の人とか遊んでくれていいですね。いろんな面でね。そういう感じでやってますね。なんか、下の方に初音ミクの大雪像を作ってほしいっていう、これはまたいろいろな活動されてみたいです。これ、大雪像ですね。大雪像、お説明、すいません。雪祭りですね、札幌雪祭りで、初音ミクの雪像があるんですけど、小さいんです、すごく。台座と合わせて、台座と合わせて3メーターぐらいしかないんで。でこの3メーターの雪像だと物足りないですよね。だからもっと大きい、もう大雪像10メーターぐらいのものでミックやってくれたらすごい嬉しいなと思って、で署名運動みたいなのできたらなと思ってちょっと声掛けするのに今、やり始めると思うんですけども。いや、私そういえば札幌の雪祭りの雪像って、よくわかってないんですけど、あれって誰が何を作ってどうやって決めるんですかね。いや、
大きいものに関しては大人の事情で多分やってると思います。あ、そうですね。あの、実はあの、私の同期が昔、自衛隊にいるんですけども、雪像作ってましたね。でもってなんかでかいの作って、市からお礼をもらったとかって書いてありましたけど、あ、何作るかってどうやって決めてんだろうとか思ってたんですけども。やっぱりスポンサーになってる、その会場ごとのスポンサーがありますから、スポンサーなんかの都合でいろいろ決めますよね。なるほど、なるほど。スポンサーもいるんですよね、一応。ええ。テレビ局がそれぞれの会場を仕切るので、そこが、例えば、自分のところで放送してる番組に関係あるのを作ってみたりとか、なるほど、なるほど。なんか、世界遺産みたいなやつ作ったりとか。ああ、世界遺産はなんか見たことあるな。うん。逆に札幌の雪まつりって今度はいつ始まるんですか、うん、2月ですね。来年の2月になります。2月頭ですね。なるほど。じゃあこれから書面を集めて、うまくすれば、巨大なミクちゃんが見られるか、ミクちゃんとはガンダムのツーショットとかどうですかね。うん、ああ、いいかもしれないですね。もう、今年、今度のあいつはだいたい決まってきてると思うんで、あ、もう決まってるのか。例えば今から動いてって、来年、再来年とかにこう、働きかけてくる感じだと思うんですけど、なるほど。小さいやつだとね、ミクちゃんもね、だん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 有名になってきましたからね、もうちょっとそれに合わせて大きくしてほしいですよね。一応札幌出身のバーチャルアイドルなので、そうか、ミクちゃん札幌出身だったんですね。そうですね。なるほど。だからそれにふさわしくやっぱり大雪像にしてほしいなと思うんですけど。なるほど。いや、もうその辺はね、ちょっと市にも動いてほしいと思いますけど、なんかこんな話をしてると、あっという間に時間が経ってしまうんですけど。もうあっという間ですが、最後にですね、じゃあ、視聴者の皆さんに、メッセージ、もしくはコマーシャル等でお伝えしたことがあれば、ぜひよろしくお願いいたします。あ、メッセージ。まあ、秋葉新聞ってモールやってるんですけども、アニメ関係の商品いろいろ集めてるので、興味のある方もぜひ、秋葉新聞まで来てください。秋葉新聞にうちの他にも、ね、有名なカフェが2軒ありますので、ありますね。いろいろ、いらっしゃれば楽しんでいけるかなと思うんですけども、こんな感じでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、今日は、秋葉ラジオ会館の、ユニコベイリーさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。